はいどうも、妖怪三国志クイントリオズ今回もやっていきます。なんとねクリスマスステップアップガシャがねちょっと時期は早いんですけどサンタジョカさん登場ということで出ております。来ましたね。カイマだよねきっとね。プニプニでは不気味になってましたけど19日からね26日ということで、まあ、ステップアップガシャね、ガシャを引くごとにステップが進んで効果がどんどん豪華になっていくガシャだよって言って、手無料と、流量版あるよっていうね、そんな感じで、まあ違いはこんな感じだよってことでね、有料版がこっちで、ステップ1、3体か、3体、6体、8体、まあちょっとね、有料宝珠は無理なんで、こっちのね、70、150、360のね、ステップ3、あれ、ステップ3、360だったっけ240じゃないのっていうね、なんかあれなんだけど、まあ220の360、あれ、毎年かな ?580 使って、うん、まあステップ3ぐらいまでね、やろうかなと思います。ちょっとね、ただ能力を見る感じだと、超ガシャチケットは、超妖怪ガシャは使用できる。ん?超ガシャ?まあいいや。2つくすねるということで、これはなんだっけ?単体だと前の将棋玄武が確か2つくすねるあったと思うんですけど、今ね、今回のイベントでも活躍できてるんだけど、必中でくすねるだからね、しかも敵全体なんで、まあなんて言うんでしょう、このゲームを本当に楽しんでる人にとってはかなり楽しい妖怪かもしれませんね。ただ、カイマなんでね、活躍の機会が、まあ、国取りとか、あとはなんかややこしいイベント、今回のね、星9とかみたいな、ややこしいイベントで活躍なのかなって感じですね。前衛でカイマさん、カイマらしくね、吸収妖怪。で、さらに取り付くは開幕打ち消しガードと攻撃速度アップがあるんですけど、なんとね、限界突破1で、超加護が追加って書いてあるんで、まあね、そう、超有段者、有段者向けの妖怪って感じだよな。限界突破したらすごいね、打ち消しガード、超加護妖怪になって、で、必殺がね、しかも必中でくすねちゃうっていうね、いやー、ややこしい妖怪やねーっていう感じですね。はい。そして妖気ゲージ 20% 減少もできるということで、だから引っかかったなって言って、妖気ゲージまでね、吸収もしちゃうし、陽気ゲージもね減らせるからかなり良くて、さらに2つくすねる、これどうなんでしょう、全体くすねるだと全体味方みんなにくすねるがいくんかな、ちょっと分かんないけどね。ただとにかく限界突破すると強い、超か、まあ限界突破1でまず超強いんだけど、なんか限界突破3とかでもね全体くすねるがあるし、限界突破5、まあこれはかなり厳しいんだけど、必殺技に味方全体に陽気ゲージ上昇効果追加ということで、まあいいんじゃないでしょうかって感じですね。まあ開幕ってとこがあれだけど、まあたまにね閻魔イベントありますし、これはボスで出てきそうだな。厄介だ。今回のねダッキサンタさんもかなり厄介なんですけど、こいつもかなり厄介ですね。限界突破を注意して見ながらやんないといけないなっていう感じですね。ジョカさん、これはでもなんつうんだろう、今は限界突破できないかもしれないけど、将来的にね、交流ポイント使えるようになるとは思うので、まあ1年後なのか半年後なのか3ヶ月後なのか分かんないですけど、限界突破1はねいけそうなので、まあゲットしとけばいつかね解放された時に一気に強キャラ、ただその時はもう根崩れしてるかもしれないけどね。はい、まあちょっとねガシャやっていきましょう。潜在能力はエンマキラーですね。なんかこれはもう今後エンマイベントがあるぞっていうのをね、なんかね言ってるようなもんですかね。 80% すごいね。でクリティカルがあって、超クリティカルがあって、ぶつかりアップ、命中アップがないか、ただ1体があって、これ本当にもうボス出てきそうだね。という感じで、あ、有料の方見てもしょうがない。有料は 1%、 4% で 5%、 調整以上 5%、 そんで超妖怪ガシャってなんだろう、超ガシャチケット使うのどうなのかな、わかんないけど、これはでも超ガシャチケットはねもうみんな上がってるね、5周年で5周年に行くよね。で限定マイル交換所がなんかリンク合ってて、ただマイルはね、あ、これはこっちの方マイルか。で15連以上、150連以上してる人は、まあ、サンタダッキさんとかゲットできるよっていう感じですね。でサンタダッキさんたちは性能が上がって、一応ね、メンテナンス情報を見ると、
パワーアップ妖怪たちね、これかな。はい、これもねまとめてどっかリンク作ってほしいんだけどね、まあ、リンクじゃなくてもいいな。なんかゲーム、ゲーム内だと容量上がっちゃうからホームページなんか置いといてほしいんだよねホームページでいいよ、どうせ開発用のこのね階層ホルダー、それをウェブと若干連携させてすればいいんじゃないのっていうね。あ、これはあれだ、エンラだ、エンラエンラサンタがいて、パワーアップ前って言われてもな、限界突破の時に増えたんだよな。でサンタダッキさんね、今回から超過護、超過護今回からじゃないのか、取り付く超過護ねついてまして、限界突破3でね打ち消しガードで容器減少とかなんか来てますね。サンタダッキさんいいね、サンタダッキさん欲しいね。サンタダッキさん前から超過護はついたのか、まあ、とにかく限界突破のとこ変わってるよね。でコキビちゃんは超サボり超睡眠、これもね結構ばらまかれてなんか大変な思いしてますよね。取り付くね、味方が4体になった瞬間にばらまかれてるんで、まあだから攻略の仕方はね4体にしないっていうのもね一つのポイントだったかもしれないですね、今回の攻略ね。コキビちゃんがぶつかれて倒せなくて、大きい陣にねぶつかれて倒しちゃうとこの超睡眠超サボりが発生してね、大変でしたね。まあまた出てくるでしょう。そして聖夜の大きい陣もねこれもパワーアップしてますね。はい、なんでなんか赤くしてくれないとわかんねえぞもうちょっと赤くしてほしいな今後はね。はい、変わったとこ赤くしてほしい。はい、じゃあガシャ行きましょう。一応さっきも言ったけどステップ3、まあねちょっと5周年まで待ってればいいんじゃないのって思うんだけど、まあ、これはねせっかく運営さんがやってくれたからやろうと思います。2つくすねるね、バトル開始に発動、打ち消しガード攻撃速度アップということでやります。で一応ねごめんね、なんだっけ忘れちゃった、プレミアムログインボーナスがね、私これ間違えてさプラチナにするの忘れちゃったんだけどさ、プラチナだとね明日超過車チケット10枚もらえんだよね。これほんとさ、ゴールドだと2枚なんだよね、だからほんとね失敗したよ。ということで今シルバーなんだけど少しでもねゴールドにしときましょうということで、ダッキさん行きましょう。こっちが有料の方で、こっちがね無料の方ですかね、無料法事の方で、こっちの方は転生が 0.4% まで下がっちゃいますが、調整はね変わらないので、はい、調整結構いいメンバーたち揃ってるんで3ステップまでねやろうと思います。ジョカさんね、フルマックスになったジョカさん力高いね、回避も高い。受けてみよう、かっこいいね、無表情だけどね。行きましょう、無課金赤なんで。お、いいね、金かなあ、ジバネンいた、調整以上は確定。さあこっからどうなるやら、白になれ、まあいいや。あーでもいいね、サンタダッキさんとかいいじゃん。これね無課金サブアカとにかくね対魔が弱いんですよね、スコアタでね大苦戦するんだよね。おーやった、なんかこんな簡単にサンタダッキさんゲットできちゃっていいのかしらっていうぐらいの、去年の目玉妖怪だったよね。メリークリスマス、あなたはどんなプレゼントが好みかしらっていうことね、それとも私ということで、いいね、サンタダッキさんゲットしちゃった。これは嫌がらせ防衛を作りたいですね。さあなんかこのジョーカさん見るとな、ファーストサマーウイカさんを思い出してしまう。いけ、あのおでこの感じ、あいいね、あれこれ調整確定、金以上確定なのか、よいしょ、あまただ、あ今度はコキビちゃん頼みたい、コキビちゃん、コキビちゃん、おおう、まあでもいいね、
天性土蜘蛛は強いんだけどな。小性土蜘蛛どうなんだったっけ、忘れちゃった。さあラスト、これは小性ランク以上1体確定だったのがなくなる、2体確定なのか。そうか、ごめん去年もそうだったけど、小性1体確定だったんだね。だからそう、小性確定ガシャなんだで今度は2体確定なんで、これお得だね。去年も間違えたな、なんかあれ今日なんだ、去年カイラとか出まくったやつか。強制以上確定 0.4% だからな、無料の方は。さあ今回 2個いるよ。頼むね、頼む。おお、人雷ノルカ、これも強キャラですね。ラッキー、やりすぎ注意だけど結構いい妖怪が揃ってますよね。おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。コキビちゃんまでゲットできちゃった。これは1年前だったら相当熱いガシャだったな。コキビちゃんと人雷ノルカとねえ、ダッキさん、これ交流ポイントまでもらえちゃって、はい、まあここのね、ここまでは調整確定なので、3ステップまではね、調整4体ゲットできるのでやってもいいのかなと思います。ただちょっと使い道はね、かなり使い勝手の難しい。コキビちゃんもいいよね、非常にいい。あとあれですね、ウィスパー終わりましたね、パネルミッション。そういえばコキビちゃんいいんじゃないのこれ。ちょっとあとなんだっけ、土蜘蛛は、土蜘蛛って召喚封印だっけ。ああ召喚封印か、はい、転生の方がいいんだな。まあいいや、でもこれ最後ちょっと見て終わりにしましょう。嬉しい。妖力にするか。小生の中では妖力が高い方だと思うので、ダッキさんね、サンタダッキさん、吸収妖怪、攻撃速度も速い、パワーアップしたんでね、ちょっと後でじっくり見といた方が。打ち消しと陽気ゲージアップがあって、今回ねみんなが苦戦した超過後、があります。まあ打ち消しガードとね組み合わせて、うん、エンマにアップがあるんで、なんとなくエンマがねあと1体もあるんだね。なんとなく打ち消しガード受けた時全体の陽気ゲージとか減少か、まあ打ち消しガード妖怪をねうまく組み合わせてサンタダッキーさんねやるといいと思います。その美貌を引き立てるセクシーなサンタの衣装に身を包んだダッキー、意外と子供好きで、意外と子供好きでたくさんのプレゼントを届けて子供たちを喜ばせていると同時に大人たちのハートも射抜いているということでね、今回サンタ妖怪全部ゲットできたね。聖夜の生地もゲットしたしね。この無課金サバーガーにとっては去年のね妖怪なんで、超混乱睡眠がねバトル開始3秒で発動で、必殺を打つとねさらに超混乱発動だから、うん、超混乱って結構ねイベントでねランクアップイベントとかやると必ず超混乱苦手な妖怪出てくるんで、使うね、うん、場面もあるんじゃないかなっていうところで、はい、ボス戦でねかなり厄介でしたねこの超混乱睡眠が。はい、そんな感じでございます。コキビちゃん、キジの妖怪でダッキーの妹分、明るく元気いっぱいの美少女、何でも自分の思い通りにしたいわがままな性格、いつも一緒にいる大きい人が話を聞かないのでよく喧嘩になる。あ、そうなんだ。で、まあ、さっき見たけど命中、悪い取り付け回避、ぶつかり軽減、いいんじゃないでしょうか。これもねうまいこと使って、まあ、またボスに出てくるんだろうな。必中吸収、超混乱打ち消し、うん、はい、そんな感じでステップアップガシャこんな感じでした。ぜひねダッキさんゲットできた方おめでとうございます。ぜひね、いいね、なんかいいな、はい何がいいんだ。で一応ねクリスマスプレゼントはネタバレし、あ、去年この赤もらってないか、はい、ちょっとメイヤカの方見せないとダメだな。クリスマスプレゼントこれだっけが去年でした。今年は何でしょう。はい、それも楽しみにしたいと思います。はい、じゃあすみません。またお会いしましょう。さようなら。これウィスパーにしない予定です。
ウィスパーいいよね。1個ぐらい使ってやる。ごとつで強いんだよなこのウィスパーな。ほんとね、このクリスマスウィスパーね、ほんとね、ごとつで強いんだよ。だからやるとしたら全振りしないといけないんだよね。それがちょっと厄介ですね。この5のね、注目を受けた時に自分に加護が強いんで、ウィスパーサンタね、ごとつにするかしないかですね。まあまた来年もなんか来そうだと思うので、まあ焦らずでもいいかもしれません。はい、すいません、また押しましょう。さようなら。ねー。